日本の反撃能力強化からアメリカにトマホーク売却の打診を日本政府行ったとの情報をキャッチしました。今回はこの巡航ミサイルトマホーク導入について詳しく見ていきますね。この静かなる防衛を見られている方ならトマホークの性能は理解できていますよね。やはり今一番抑止強化にはこのトマホークが一番ですよね。射程も1600キロと北京まで射程に入ってしまいます。北朝鮮は韓国に任せておいて対中国です。2022年10月末、日本政府がアメリカ製の巡航ミサイルであるトマホークの購入に向けた打診をアメリカ政府に行っていると大手のマスメディアが報じ、いよいよ日本も本格的な長射程巡航ミサイルの保有に至るのかと議論されている。長射程巡航ミサイルの保有はすでに日本政府が掲げているスタンドオフミサイル構想の一環として、国産の一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型の開発が進められている渦中だが、今回のトマホークの件はその配備までの空白を埋めるものとされる。現在のスケジューリングでは、一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型は2026年度からの実戦配備が予定されてるが、今からその時期までの期間をトマホークの調達によってさらに前倒しで長射程攻撃能力を得ることを目的としているという。今回の日本のトマホークの導入について記された記事を見ると、その性能としてはおおむね最大射程距離が 1250km 以上、最大速度 900km 以上で、 GPS 等の誘導装置を使用して精密攻撃が可能な巡航ミサイルだと紹介されている。日本のこれまでの通例では、こうした兵器の導入に関する報道がある場合、まず間違いなくその保有を憲法に違反する行為だと主張する意見が上がってきた歴史があるが、今回は思いのほかそうした意見を目にすることが少ないようにも思える。まあ北朝鮮が今年2022年の年頭や9月末から実施した各種のミサイル発射を目の当たりにすれば、そうした脅威に対する実効的な戦力の保有に向けた動きに対し、あからさまに逆行するような内容は表明しづらいのかもしれない。また現在も続くロシア・ウクライナ戦争やその経緯を横目で見つつも、一向に台湾への侵攻を諦めない言動を繰り返す中国を見れば、日本の国内世論も防衛力、防衛費の増額に大多数が賛同している状況も影響はしているのだろう。ただし、日本がアメリカからトマホークを調達したいとの考えを示したのは、何も今回が初めてではなく、2004年時点の防衛計画の大綱の中で、すでに海上自衛隊がそれを取得し、先制攻撃力を備えることでの抑止力の向上が企図されていた。そこでは、従来からの日米での安全保障のあり方に準じて、在日アメリカ軍が、矛、自衛隊が、盾という役割は堅持するものの、悪化する日本を取り巻く安全保障環境を前に、自衛隊の装備も、敵基地への攻撃が可能なものが、試案された結果である。具体的には、ここで考えられた敵基地攻撃能力を実現する兵装としては、まず、アメリカのマクドネル・ダグラス社製の RGM-84 ハープーン追艦巡航ミサイルがあり、今も現役のブロック2と呼ばれるバージョンであり、自衛隊の艦艇も搭載している。次に、海上自衛隊が軽空母を保有するという案が出されていたが、これは今のヘリコプター搭載型の出雲、片護衛艦2隻が F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする航空母艦化改修を実施していることで実現したと言ってよいだろう。
そして、最後がトマホーク巡航ミサイルであり、続く2013年時点の防衛計画の大綱でも、その取得が目指されたというが、当時のアメリカは民主党のオバマ政権下であり、こうした日本側の意向を聞き入れることは、しなったとされる。それは、当時のオバマ政権が、仮に、日本にトマホークを売却することを承認した場合には、中国や韓国からの、猛烈な政治的な反発予期されると同時に、自国の主要な兵器である、トマホークについて、日本の情報管理体制に、不安を抱えていたためとも言われる。まあ、実際にスパイ活動を取り締まる国内法さえ未整備の日本に対して、アメリカ海軍艦艇の主要な兵装であるトマホークを提供することにリスクを覚えたことは多少なりともあるかもしれないが、これに関しては額面通りに受けることには疑問符もつく。なぜなら、それに先立つ2011年末に、日本は F4 ファントム戦闘機の代替機として、F35 ライトニング2の A 型を調達することが決定しており、第5世代戦闘機として、非常に機密性の高い機体を売却することを決めた状況にあったからだ。F35 ライトニング2は、当時はもちろん、今でも、アメリカの主要な軍事機密の塊のような存在であり、これを日本に売却することを決めていたアメリカ政府が、今更、トマホークだけを、軍事機密の漏洩の可能性だけを理由に却下すると考えるのは無理がありそうだ。ただし、2022年現在でも、アメリカ以外の国でトマホークを供与されている国はイギリスのみしかなく、これが承認されたのは1995年が初であり、イギリスでは水上戦闘艦ではなく攻撃型潜水艦の兵装として運用が行われている。イギリス海軍では、このトマホークを、トラファルガー級やアスチュート級の攻撃型原子力潜水艦に搭載しており、本国のアメリカでは、潜水艦でも、VLS、垂直発射艦から運用させているが、イギリスは、533mm 魚雷発射艦での運用を継続している。イギリス海軍のトマホークは、2004年からは、タクティカルトマホークと呼称されるブロック4へと移行しており、これは最大射程距離が 3000km 以上と揉めされているが、実際のところ、こうした数値は目安にしかならないとも言われている。なぜならば、飛翔速度が亜音速に過ぎないトマホークは、攻撃目標に対して一直線に向かって飛翔するわけではなく、その最終的な目標を察知されないように、欺瞞を行いつつ進むことで、簡単に迎撃されない工夫が施されているためである。このあたりが近年になって登場してきた、極超音速兵器のような、その飛翔速度の速さで、迎撃を回避しようとするミサイルとは、基本的な考え方が異なるのものがトマホークであり、そもそもの運用手法の前提が違っている。トマホーク自体の開発は1970年代から始められ、ため、すでに半世紀の歴史を持つ兵器であるが、アメリカ海軍では1983年から実戦配備が開始され、発射母体としては水上戦闘艦と潜水艦が、まずその対象となった巡航ミサイルである。これらの初期のトマホークは、ブロック1型と呼称されているが、攻撃の対象物としては、対地攻撃用には、核弾頭を搭載することが可能なものと、通常弾頭を搭載し、敵の艦艇を攻撃することを意図した2つの形式で展開された。しかし、核弾頭を搭載可能なトマホークは、アメリカ海軍でも、2012年までに、すべて廃止されており、今日の同海軍では、核戦力は、すべて、戦略型の原子力潜水艦に一本化させる体系を敷いているため、より、秘匿性と生存性の高い手段へとシフトしている。
現在の2022年時点で実戦配備されているトマホークは、前述したタクティカルトマホークが最新型となっているが、増強著しい中国海軍の艦艇に対抗すべく、さらなる改良型のブロック5A という形式の配備が間近と言われている。このブロック 5A 型は、別名マリタイムストライクトマホークとも呼称されており、その特徴は、対艦攻撃用途と対地攻撃用途の両方を兼ね備えた点にあり、攻撃目標や用途に対しての運用上の汎用性が向上した点が非常に大きいと思われる。トマホークは、少なくとも、一発あたり1億円から2億円にも相当するとみられる高額な巡航ミサイルだが、1991年の湾岸戦争を皮切りに、主として、中東方面での実戦で投入されて、確実な戦果を上げた兵器であり、実績と性能は申し分がない。日本が実際にトマホークを調達する場合、それが今から配備されるブロック 5A となる可能性は高いと思われるが、南西諸島防衛にせよ、対地攻撃にせよ、既存の水上戦闘艦の戦闘力を大きく高めることは間違いないだろう。